何これ。ハックか？ケイさん、そいつはごぼうの疲れが原因だよ。ゆうべ天ぷら食べただろう。おいおい、それを言うなら五臓だろうに。えい、お後がよろしいようで。と、それは置いといて。もしかして、夢じゃない？待って待って、夢の中でも痛いことって結構いっぱいあったよね。
れ？もしかして道にでも迷った？え、私ですか？僕が話しかける相手他にいるかな？あ、はい、そうですね。そんなに緊張しなくても。そうだね、こういう時は一応でも名乗っておいた方が安心できる。それは。大丈夫、代わりに君の名前を教えてくれなんてことは言わないから。はじめましてかな。僕はケイって言うんだ。僕の名前がどうかした？ううん、別に。ケイ君？ケイさん？別にどっちでもいいよ。じゃあケイ君で。どうかした？ううん、何でも。それよりこの木すごく大きいですね。相当樹齢のある木だからね。円樹っていう木なんだけど、寿命を延ばすって字を当てることもあるんだ。へえ、それでこんなに育ったんだ。伸ばすのは人の寿命の方なんだけどね。花も実も葉も樹皮から根まで無駄なく薬になる木だから。わあ、植物博士。たまたまだよ、この木には縁があったね。へえ、縁ですか。なるほど、思い出の場所とか。そうだね、この木は僕の大事な人の分身みたいなものだから。え？いや、なんでもないんだ。何？それじゃ私はこの辺で。うん、
気をつけて。迷子にならないように送ってあげたいけど、もう少しここにいたいんだ。ケン君はお腹空かないんですか？食欲は抑えられる方なんだ。修行したから。修行？ああ、そうだ。何ですか？最後に一つ忠告しておくよ。はい。君はもうここには近づかない方がいい。どうして？どうしてもだよ。さ、もう帰るんだろ。
だ来ないのかな。